こんにちは、野口浩太です。そして今日もゲストです。メイコ先生。こんにちは。はい、ユミ先生。こんにちは。今回はですね、発達障害のお子さんのレッスンのことでご質問をいただいているので、それにお答えしたいと思います。ちょっと質問を読み上げますね。グレーゾーンの小児男子くんが入会して1ヶ月、大変苦戦中です。この子は、まず部屋に入ってくるのに5分、やっと入ってきても、椅子に座らず、もうピアノ飽きた、やめると連発。そのくせ大好きな BTS のワンフレーズを教えたら、立ったまま弾いたりして、本当はやりたいのかなと思っています。ただ、人の顔をチラチラ見て、うすら笑いながら、わざと土足でお教室に入ってみたり、肘で鍵盤を叩いたり、壁に爪で傷をつけたり、リフォームしたてです。私がとっさに余裕ない顔になるのを楽しむかのようにあれこれやります。お母様は毎回ついてこられるのですが、怒ったりせず、物静かにそれをしないでとやんわり言うだけで、結局お教室は荒れていきます。鍵盤叩かれた時には思わずその子の腕を掴んで、先生の宝物だから絶対そんなことしないでと睨んでしまいました。こんな子が来たら先生はどうされますか？ということで、そんなご質問なんですけども、ポイントを絞って入室までに5分かかる。この点についてお二方どうでしょう？ユミさんからどうですか？その5分かかるっていうのは、すぐ入ってほしいって私の希望だけど、子供にとっては5分で行けたみたいな。5分で行けたねって言って、まあ私の生徒さんで言うと30分のレッスンだけど、20分ぐらいかかる時があるんですよ。やった !20 分で来れたねみたいな感じで、ちょっとゲーム感覚、になんかして、なんかシールを貼ってったりとかして、それで今はね、3分ぐらいで入れるようになってきました。メイコ先生はどうですか？発達障害のお子さんともだとも限らず、入れない子ってたくさんいて、2ヶ月ぐらいずっと家の前で本読んでるだけの子もいました。その生徒さんって今現在はどうなってますか？今バリバリ弾いてます。それで言うと、僕もね、生徒さんで5分どころか、やっぱりユミさんと同じように20分どころかも30分とか、あと玄関の前まで来て、今日はやっぱり入れない、玄関前からお母様から電話がかかってきて、ごめんなさい、今日はダメですっていうこともザラにあるんだよね。で、そういうお子さんたちが、じゃあ今現在どうなってるかっていうと、期間はそれぞれだけども、1ヶ月で、まあ、良くなっていく子もいれば、何年もかけてようやくっていう人もいるけども、結論バリバリ弾いてたりとかするんだよね。これ発達障害の有無とかそういうことに限らず、部屋に入れないっていうお子さんはいっぱいいるけども、長期目線で見ていくっていうことも大事なのかなと思いますね。で、もう一つ、椅子に座らないっていうフレーズも出てたけれども、これに対してどうでしょう、メイコ先生からいかがですか？椅子に座らない子もいっぱいいます。うち今ここピアノの前なんですけど、ちょっと床がこう空いてるんですね、スペースがあるんですね。なぜか知らないけど、大抵の子がみんなゴロ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 して、芋虫みたいに怖がってるので、芋虫の音楽とか弾いてますけど。そう、あの、寝っ転がるお子さんって、そう、うちにもいるし、そのお子さんたちが、本当にね、3年ぐらいかけて、ようやく今椅子に座って、ちゃんとレッスンに取り組んでるっていうことがあって、これもさっきの話と一緒で、短いスパンだけで捉えないで、長期スパンで見ていくっていうことは大事かなと思いますね。ユミ先生いかがでしょう？なんか最初からちゃんと座った子の方が、なんかむしろ奇跡みたいな。なんか、でも小学校2年生って言ったら、やっぱりまだこの自分のやりたいこととか、なんかもうやりなさいって言ってやれないっていう1ヶ月でね、ちょっと発達のこともやっぱりね、勉強しなきゃと思って勉強したんだけど、やっぱ座れないって言ったら、その背景を3つぐらい4つぐらい考えるんですよ。だから座らないっていうことに関して、なんで座らないのじゃなくて、なんか背景を3つぐらい考えて、あ、この子は今なんか違うことを刺激を求めてるのかなとか、そう背景を考えることで、結構なんか冷静になんかレッスンするようになってます。その背景っていうの素晴らしいですね。なぜそういう風になってるのかっていうところをこう見ていくっていうのはものすごく大事なことですね。もう一つ最後のポイントとして、あの、壁に傷をつけるとか鍵盤を叩くっていうことに対して、これあのユミ先生だったらどうですか？ダメなことはダメっていう風にきちんと怒ります。この日は怒ったのに今日は怒らないとか、そういうやっぱりバラバラなことはしないっていうことは心がけています。もうこれは絶対やったらダメっていうのはちゃんと伝える。一貫性を持たせてるっていうことですね。そう、一貫性を持たせないと、もう子供も、なんでこの時怒ったのに、これで怒らないのっていうね、不安定になるから、
そこは一貫性を持たせてます。ねえ子先生いかがでしょう。この文章だけじゃわからないとは思うんですけど、なんでそれがをするのかなっていうことがまず一つあって、鍵盤を叩くって、まあ初めてピアノ見てこうやった音が出るんだと思ったらガーンってやる子っていっぱいいるじゃないですか、はい、それってなんで叩いちゃいけないのかがわからないことがあると思うんですよね。で、壁に傷をつけるのが悪いことだと分かっててやる場合と、分かんない、なんかこう爪がかゆかったからちょっとやってみたっていうのもあるだろうと思うんですね。だからさっきのあの由美先生の背景の話じゃないですけど、なんでやってるんだろうっていうとこを見て、どっちにしても嫌なことなんだってことは伝えなきゃいけないし、叱らなきゃいけないし、よくピアノの鍵盤叩く子にはピアノの中にはこんな小さいおじいさんが寝ててねっていう話をします。起きるのよって、子供のおじいさんが寝てんのよ、優しい音で弾かないとおじいさんが困るからいいって言ったら割とみんなえっていう顔しますね。そう、確かに鍵盤を叩くとか壁をなんかするっていうのは、そのいろんなもう本当に何が元になってそれをやってるのかっていうの分かんない部分もあるので、まあケースバイケースだなとは思うんですけれども、例えば僕の場合は結構ね、そのハードなお子さんのレッスンも結構やってるのね。そうした中で普通に噛みつかれたりとか顔に唾吐かれたりとか、そういうこともしょっちゅうとは言わないけれども、当たり前にそういうことが起こる場所だと思っていて、まあ、もしかしたら発達障害っていうところに限定じゃなくて、この小さなお子さんを預かる場所である以上を、ピアノのことだけじゃなくて、やっぱり総合的な人間教育だったりとかするわけだから、ある程度の心づもりというものは持っておいて叱るべきなのかなと思うんだよね。もちろんその唾を吐くという行動は何故のものだったとしても良くないものだから、そういった時には僕ね、母親がいようが何しようが割とハードに叱りますね。腕ひっ捕まえたりとか、もう体がやったり、それはやっぱり教えなくちゃいけないことだから、あなたが今何を思ってどういう感情があったとしても、人の顔に唾を吐くということはありえないんだっていうことをインプレッションで教えなくちゃいけない部分もあるのかなって思うので、チャンスだと思うんですね。ハードなことをされたということは、それをハードに教えてあげるチャンスだとも思っていて、もちろんそれはコントロールしますよ。ものすごく感情的にとか、そんなことではなくて、意図的に教えてあげるチャンスなのかなとも思ったりしますね。ということで、参考になったでしょうかね。この質問をしてくださった方だけじゃなくて、一件こうやって質問が来るということは、同じことで悩んでいらっしゃる先生たちも多いのかなと思った時に、我々はこういうふうに考えますよというその話をシェアするっていうことが何かの広がりになればいいなと思った次第です。最後までご視聴いただいてありがとうございました。僕たち5月7日に広島でイベントやるので、もしご興味あったら概要欄をご覧になってみてください。それではまた別の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。